な島し北り島う北くなるしから1884年11月30日は、江戸時代末期の江戸幕府、将軍事項奥寿者、文学者、明治時代のジャーナリスト。陽名は郝島路、通称は木根太郎、後に重み広し、広し。欧州視察時のり北う島く北の墓、武蔵区に浅草を馬まやがしの松本家の三男として、生まれた。樹形は、 森家の養子となり、大目付となった、森大二郎。大二郎の次男に、実業家の菅沼達吉が、大二郎の孫に、俳優の森重久屋がいる。後に、代々奥樹社の家柄である成島家と養子に出され、第七代目奥樹社、成島稼働の養子となり、成島姓となる。そして、養父の後を継ぎ、第八代目奥樹社となり、成島隆北と名乗るようになる。 生死、徳川三木の編集士官である、図書棟鳴島市直は、ケ図上の祖父となる。安政元年1月、将軍事項見習いとなり、安政3年11月に、将軍事項となる。鳴島家は19世紀前半から、徳川三木、続徳川三木、五官などの編参を続けており、劉北も長じて、これに従った。徳川家座だ。 家持ちに自公するが、検索が採用されないため強化で批判し、1863年8月9日に、自公職を解職される。この頃、1862年から1864年にかけて、洋学者柳川春幸や福沢幸知らと交友を重ね、欧米の事情や学問を学んだ。また、慶応年間に騎兵頭、外国奉行、 会計副総裁等を歴任。1868年4月、養子の信金に家督を譲り、向島の将撃層に陰性した。明治維新後、死災あって、平民席となるが、東本願寺保守の大谷公営の欧州、死察随行員として1872年、共に欧米をめぐる。欧州では、岩倉と美木戸孝義らの地遇を得。 特に信仰のあった木戸からは帰国後、文部教の就任を要請されたが受けなかった。また劉北は、欧州視察の際に、共済制度を見分し、帰国後に、それを安田善次郎に伝え、安田と共に、日本最初の生命保険会社、共済500名社を設立。後には、大月番系の紹介によって、1874年に、朝野新聞を、創刊、 初代社長に就任。1875年には言論取り締まり法の残暴率や新聞紙条例を批判した。自由民権運動の中では、社論は大隈重信の改新党に近く、大隈の設立した東京専門学校の初代の議員にも就任している。また、文芸雑誌、下月新紙を創刊し文芸界でも活躍。商法会議所の設立。 隅田川下藩の桜植樹等にも尽力、全米大統領のグラントの接遇委員も務めた。1884年11月30日、胸の病のため48歳で死去した。本邦寺に葬られたが、1909年に雑司ヶ谷霊園へ改装された。現在の墓所は雑司ヶ谷霊園の一種4号6側2番。1885年生前の功績を称え、 墨田区向島にある長明寺に石碑が建てられた。柳橋紳士執筆、2八1871年執筆は、柳橋の下流会を描いた下作であるが、明治維新前後の転換期にあたって、江戸と明治の世相の変遷も描いている。復刻版が日本近代文学館監集で出された。また、安政期の日記、憲北日録は、 太平小区から複製本が出ている。こう、西日常は、新日本古典文学体系名治編、岩波文庫等にも収録。ありがとうございます。